あ、始まってた焼き増しやめて、再放送じゃん。今、新しい食べようとしたら、始まってました。食べようとしたんだ。お腹空いてる、ね、大丈夫。お腹空いて、ちょっとなんかお団子に見えちゃって。確かに。始まってました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 。何味かな。あ、ストロベリーかな。白なのに。確かに白なのに。今日のね、朝ここにカフェラテをこぼしたんですけども。え、本当に。やだ、汚れてる。見えるかな、見えるかな。くそ汚れてるわ。はい、これはね、のののの相棒です。はい、名前は何ていうの。白たんくん。白たんくん。はい、白たんくん。白たんくん。白たんたんです。白たんくんです。名前変わりました。白たんくん。白たんくん。ということで始めましょう。ノノノンのムーンライトウェーブ。はい、じゃあまず、はい、あずきひなです。はい、片山しおりです。はい、長野のぞみです。はい、じゃあこのメンバーはね、ちょっと見るとあ、エモいとか懐かしいとかいう気持ちになる方が多いと思うんですけど、まあ、そのエピソードはね、後ほど話しましょう。ってことで、この番組は東京都足立区北千住駅前にあるシーウェーブ6階真珠ベーススタジオから生放送でお送りします。イエイ。ということで始まりましたけど、まず自己紹介していきますか。はい、ののの26歳です。松竹芸能に所属しています。声優以外は全部やっています。ミスト大島2022のグランプリを受賞しました。よろしくお願いします。はい、改めまして葉月ひなです。フリーで舞台役者として活動しています。で、あとはたまにソロでライブに出たりしてます。はい、以上です。はい、片山しおりです。25歳です。まだもうちょっとで26歳になります。はい、で、普段は舞台俳優として活動しています。あと歌を歌ったりするのが好きで、結構 YouTube に歌を上げたりもしているので、ぜひ見てみてください。はい、私はそうですね、グラビア以外は全部やっているシンガーソングライター、長野のぞみです。似てるな。はい、そうですね、いっぱい舞台とか出たりとかしてるんですけど、主な活動としては、歌手活動や造形活動、いろんなことをやっています。この4人でも、同じ舞台に出ましたね。というわけで今日はそんなお話をたくさんできたらいいなと思います。年齢は内緒です。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、その4人で一緒に出たタイラーとライアングルのエピソード話したいと思うんだけど、なんかある？なんかある？いや、あのね、逆にありすぎちゃ、タイラーとライアングル見たよっていう方、ありがとうございます。見てない方は見方もいらっしゃる。いらっしゃいますね。ありがとうございます。そう、おひな、葉月ひなちゃんが主演のタイラーで、はい、その婚約者、結婚相手の役で、ゆり子さんというキャラクターで出ていて、なんだけど、もうネタバレしちゃうと、そう、ね、事故に遭って死んでしまいました。なんだけど、いろんなこう数奇な運命を経て再会を果たし、また別れるという。そうそう。で、悪役です。大悪役の超いい女のミサンドリという役をやって、で、私が謎の人物として出てくるんだけど、別の時空のタイラーでしたよっていうのが最後にわかる、という、なんかちょっとね、 SF のお話をこの夏にやりましたね。そう、分かりやすい。すごい完璧。MC で説明してもらえばよかった。やってみて。一回やってみてもらってから、そうやればよかった。やってみればよかった。
いいんだよ、違う、みんなが、ね、みんなが聞きたい聞きたいのはやっぱ裏話を聞きたいと思うからね。そう、たくさんあるんですよ。ありすぎるんだよ、ね、あのスペースとかでね、うんうんうん、みんなでわーって喋ってたから、うんうん、それ以外のことを今日は話したいなっていう話をしてて、まだ世に出してない話を、秘密の、ね、片山さんがね、片山さん、片山さん待って待って、そんなだったっけ、待って、どうしたどうした、この3ヶ月仲悪かった、今稽古してんじゃん本当だよ、いや別作品で毎日一緒にいます、そうでもどうしたどうした、緊張してて、緊張してる、みんなのこと苗字で呼んじゃった呼んじゃったしーちゃん、しーちゃん、しーちゃんがあのスペースまだね当たってなかったから、しーちゃんの周りの話をしたいね、しーちゃん関係の話なんかあるかなみたいな、ちゃあるまず、うん、そのここ2人が、私がその別次元のタイラーなんだけど、うんうん、悪の道に進んだタイラーとしても最初出てくるんだよね、うんうんうん、そこでこの悪の女王ミサンドリと2人でバチバチに歌う歌が、うん、ありましたね、あーいい歌だったねえねえ勝手に盛り上がったのありがとう、ありがとう、ありがとう、ね、嬉しい、やばい、私よかったよね、いやって泣いてたもん、話していいかな、でもいい、楽しい、そんでね、そのすっごいかっこいい曲もらって、うん、2人でもう2人で歌えるの嬉しいって言って、ってもうめちゃくちゃ練習してたんだけどその練習してたメロが結構稽古中盤か結構後半結構になってから、あのこっちが正解ですっていうのが来て、ね、ふわりが全然違 う, えどうしよ う, どうしよう、もう一回記憶消した覚え直そうねって言って、もう休み時間とか2人でスピーカーの前にこれ行ってさ、わからない、ちょっとこうやってちょっと戻してそうそう、何度も何度もやってすごい、だから舞台っていうのはいろんなことがねあるけど、なんかすっごい、うん、しーちゃんとだからなんか頑張れた、よかったね、すごい、しーちゃん頑張ってくれなかったら、なんか人気が高いんです、この2人が歌ってた楽曲の、もう稽古場人気がすっごい高くて、私もうこれもうまだ世に出してない裏話なんですけど、なになに、あの本番中、うん、まあうん、この2人が歌った次のシーンで、うん、私タイラーが出ていくんですけど、その前裏で待機してるじゃないですか、うん、もうこの2人の歌聴いてると楽しすぎて、裏でアーサー役のあのやりみずりこちゃんと2人でずっと稽古場で見てた動きを裏で真似するっていう、2人の歌に合わせて、だからもうこういう動きとかやってためっちゃ2人でこうやってる、こうやってる、裏の幕の裏でもやってました、緊張ほぐしにやってた、確かにアーサーとタイランはそうやってふざける、そうずっとふざける2人、もう始まってからずっとこうやってやってハマり役じゃん、え、何がハマり役、二人がね、二人がね、びっくりした、びっくりした、私がミサンドリの話してんのかと思って、次じゃミサンドリと第三のとかで、二人でまだ早いかな、まだ早いんだ、まだ早い、いつかじゃあ第三の男やってもらう、やっぱタイラーこのまま来年以降もこう継続してやらせていただけるように頑張って、うんうん、一周したらやりたいですね、いや、やってほしい、タイラーのことを深く分かってきたらやりたい、ぜひ、うん、じゃあその時私ユリコやりたい、あたりんやりたい、あたりんやりたい、まず衣装着れるかな、衣装着とっちゃったんだよね、大丈夫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 、あのね、アザリね、いろんな種類の衣装が用意してる、うん、そういう種類、そう、あの青いやつ以外も多分あるから、え、ほんと？そうそうそう、じゃあ、アザリね、わかった、お願いします、よろしくお願いします、お願いします、誰かの、どこかの誰か、偉い人、偉い人かな、え、なんか他にしーちゃんは逆に何やりたいの、確かに他に、うん、へぇー、確かに結構ね、いろいろアーサーのイメージが強い、やっぱり確かに、私でももうアーサーとビサンドリしかイメージがない自分の中に、でも、でも私もないもん、や、ヤスやりたい、あー、うん、いやなんかこの間のトライアングルでは歌わなかったヤスの歌があって、うん、あの曲がすごい好きで、自分マイフレンド、そう、自分マイフレンド、あれめっちゃ好きで、いい曲、あれ歌いたいな、うん、そう、違うタイラーの作品で出てくる歌でね、うんうん、そうなんですよ、めっちゃ見たい、あ、雨の中一人で走っていったヤスを雨に濡れたタイラーが追っかけて二人で歌うっていう、あれめっちゃ、ちょっとじゃあ、うん、タイラーやってる時にヤスとかやってもらって、なんか私みんなの相方 やってるみたいな、はい、いろんな相方やってるみたいな、制覇していく、いいね、タイラー以外をこう今回もそうですね、周りから
そう、今回もそう近しい役、うんうんうん、そう、あ、そうなんだ、そう、まあでもそう、ちょっと恋する役みたいな感じだから、まだその話はまだまだ、そういうのあと何かありますかね。いや、裏話ありすぎて、どれどれを出したらいいか、どれ出したらいいか、しーちゃん的になんか印象的にだったこと、印象的だったこと、ノノノンのテンションがやばすぎる、毎日のテンションがやばすぎる、学級委員みたいにおとなしくなかった、全然全然よ、私さ、あの座席が、楽屋の席が一番その鏡の部屋の隅っこが、うんうん、平、おひな、うん、アザリン、うん、私、ノノノっていう順番だったの、ね、でその並びって大人だから頼むような場所なんですよ。真ん中だしね。長野さん、長野さん大人だから全体見えるし、うん、よろしくお願いしますねの位置だって分かったのよ。分かったんだけど、なんかノノノンと一緒に隣にいるとなんか、ね、テンション上がっちゃって、すごいなんか、ね、やばい。いつも同じ温度と同じ目線でなんか盛り上がってんの、すごい盛り上がってて。こっち反対側のアザリンとタイラは結構不安だから2人で、うん、そうなんだよ、セリフをこうやって2人で合わせてて、ね、でその斜め後ろにシーちゃんがいたんだよね、そうそうそう、でそのミサノリって、うん、でなんか分かんないけど2人でドッカーンと盛り上がっちゃった時にシーちゃんがすいませんもうちょっと静かにしてもうごめん、私の役目なのにごめんってだからなんかね、ノノノンちゃんね、こう周りをね、こう巻き込んで、いや、すごい、本当に嵐のようにこうやってね、巻いていくタイプなのよ。いや、うん、そう、毎日本番ギリギリ直前まですごい話しかけてますよね、私だからね、一生喋ってる一生喋ってる、でも本番中一番喋ってないんだよね、舞台袖に来ると、すっごい静かにこうやってなってて、舞台袖が喋ったらダメだ、怒られる、怒られる、分かってるけど、分かってるけど、裏ですっごい元気にやってるのに、もう舞台袖行くとすごい緊張して、なんか魔法なんですよ、だからこうよろしくねのハグを毎日してたんですけど、僕そんだけすごい震えてるから可愛くて、可愛くて、もうのんちゃんさ面白いんでしょ本当に、それであなたが面白いあのね、あ、そう、なんかそういう話あるんだよね、そうそうそう、なんかね、あの返し稽古って言って、本番当日の朝みんな来て体とか動かして、うんうんうん、で歌とかダンス大体通すんだよね、そうですね、で一回やってその喉とかちゃんとあのいろいろ温めたり、うん、場所を確認したりっていうのを、うん、大体もう絶対に1回ずつはやるんだけど、やりますね、あの See you again で泣くのよ毎朝ね、すごいですよ、これから本番ですよっていう本当に泣くんですよ、シーアゲンやるときにもダダ泣きしちゃう、まあ、私も結構泣いちゃうんですよ、そう、稽古では、おひなの方が泣いてたんで、ボロボロだけどもうすごすぎてなんか2週ぐらい回って冷静になっちゃってなんかその開始稽古中に元本番中にゆり子の涙を拭うっていうのがついて、あまりにも泣いちゃう、私が勝手にやったのを、その先生、演奏先生が、うんうん、それいいねみたいな、うん、それなんか泣けるからいい、それやろうみたいな感じで、うん、多分2日目ぐらいかな、うん、途中からやるようになりましたね、うん、へえ、いやなんか、いや本当に悲しいんですよそう、悲しいよ、悲しいよ、辛いところはね、だから本当にやばくて、自分も頑張ったんですよ、家で泣かないように、そう泣かないように練習したんだけど、でぬいぐるみとこうやってここにタイラーいると思って、これもうダメ、ぬいぐるみでもダメで、ダメなんだ、タイラータイラーって見立ててもダメで、いやあれゆり子さんすごいよね、なんでみたいになっちゃう、ゆり子さんがすごいの、でそれで開始稽古なのになんか涙が止まらなくなっちゃうっていうのが千秋楽近くなるにつれて激しくなって、うん、本当にやばかった、で本当になんかおえつしちゃった時があって、その開始稽古終わってじゃあ集合して、うん、今日はどうだからって話聞いてる時もなんかずっとこれはやばいと思ってなんか、うん、私がこう腰をマッサージする仕草がなんか素晴らしくてこれをねやるとねすごいのはこのスイッチが入ってなんか楽屋の隣でこうマッサージ
器使っていろいろむくみを取ってた時にこれをやったらなんかハマっちゃってこれやったらいつでも笑えるずっとこれなの誰にも分からないしかも誰にも分からないしかも いなくてもずっとそれで笑ってるノンさんいなくてもずっとそれで笑っててだからなんかあれが面白いんでしょって言ったらガハハハハって急に笑い出して分かんない分かんないよね想像だけで面白いみたいなだからこれから先そののんちゃんがなんかなんか悲しいってこう泣いちゃった時あら長野さんの腰のって腰のって言ったらねあの笑ってくれるだけこれ大事なのが長野さんのっていうところじゃないですか私がやっても面白くないんですよなんか違うとかなんか勝手に振られた気分になるなんかきなこやってたんでしょ一番最初タイラーフォーエバーの時にきなこやってる役が別なきなこちゃんやってタイラーやってその後にゆりこスターやってそのきなこの時にタイラーあののんちゃんさんがやってて、うんうんうん、その時にもうめっちゃのタイラーってい もうイメージがかっこよすぎて、うんうんうん、もうすっごいその像が残ってたんですよ、うん、だから楽屋隣の時にタイラー隣と思って、うん、その時に、はい、タイラーが全力でこれそういうのねあるのがあったんだね想像したらまたあれもね何年も前でね本当にきなこまだね、お芝居初めて初めてですね、うん、かわいい強烈なイメージだったんだねそのタイラーのタイラーのね素晴らしかった本当に最初に見た親鳥をか親だ鳥を親だと思ってそうそう親だと思うということでね、ちょっと一回落ち着くためにそうですね、ちょっと平和の祈りでも聞いていただけますかそんなんでいいのそんなんでいいの曲でみんなみんなこれね、ノノンの天然ルームだからこれ許されるの天然ルームサブテイトルみんなで音読しよせーのノノノンの天然ルームということで大丈夫ですところで、はい、聞いてください平和の祈りです、どうぞなんかこう歴史を感じるバージョンで
長いことね、こう繰り返しタイラーシリーズをね、上演されてきているますからね。ということでね、次はお便りをね、たくさんいただいてるので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、お便りを読んでいきたいんですけど、時間の都合上多分あんま読めないかもしれないんですけど、すいません。できるだけいっぱい読んでいきたい、ね、読もう。はい、ということで、どれからいきますか。じゃあ読んじゃうかな。はい、1通目、のののん様、ゲストの皆様、はじめまして、わらしんしアッシュと申します。ありがとうございます。夏に舞台トライアングル感激したことがありまして、ゆり子さんの芝居存在が素晴らしかったのを覚えています。壁一つ向こうは即死の宇宙での戦争、その悲惨な世界で輝く笑顔、また生命の力が響く声が良いですね。太陽のような雰囲気があり、タイラーが惚れるのもムベなるかな。質問ですが質問まで行かせてね。質問ですが、大阪ではタイラーを演じられたのののんさん、夏にゆり子さんを演じられて、タイラーという人物に対し新たな気づきはありましたでしょうか。またゲストの皆様、稽古中互いの印象深い思い出がありましたらお聞かせ願いますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。タイラーやだからこそのゆり子さん、いや、うん、私タイラー演じた時に本当タイラーが好きになって、本当タイラーっていう人物好きだなと思ったから、ゆり子から見たタイラーもすごい、なんか逆にもっと男の、まあ、男性なんですけど、もっと男性に見えて、だからこそ好きになっちゃってで稽古中とか本当に好きになっちゃって、で相当もうタイラーってめっちゃ照れすぎじゃない今公開告白みたいになってるから、なんかムズムズしてなんか多分ね、勝手に裏で声が生まれてた気がします、はい、っていうぐらいタイラーはそうだね、もう本当に大好きっていう目で見てました。そんな好意を受けてタイラーはどう？でもあのこうやって言ってるんですけど、裏で、まあ、私じゃなくてアザリンとアオカ2人でチューしてる。チュそんなしてたしてた。でその写真を送ってもらって何に使う、またさ、学園の座席がさ、そのあのなんだろう、私を挟んでそのアザリンとノノノちゃんでこう仲良くしてるから、じゃあ次はここを仲良くなろうかって。いや、ここも仲いいんですよ。ここも仲いい。そう、すごいお世話になってたね。そう、アザリン仲良しだったね。アザリンと3回ぐらいキスしちゃって。なんで流れそれ。されてないですけど。悲しくないですか。されてない。SNS では明かせないっていうね。いつあげようかなってずっとその写真見ながら思って。写真あるじゃん。お写真送りました、全部バカだ。裏話とかしたそういうのがありました。あと残り1つぐらい、これ、ありがとうございます、たくさんいっぱい、ありがとうございます。じゃあ2通目読みますね。ラジオネームジンゴさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。今回はタイヤートライアングル同窓会ということで、皆さんがご出演されたタイラートライアングルで、私この役もやってみたいや、〇〇さんにこの役をやってほしいなどあったりしますか。私は長野のぞみさんにミサンドリ、片山しおりさんにアッシュ、のののんさんにクリフ、葉月ひなさんにハイドと4人の悪役を見てみたいです。それでは。結束力高そうだね、私たち。めっちゃ倒せないですよ。多分タイラー負けない。多分申し訳ないですけど倒せない。勝っちゃう。勝っちゃう。これでもあれですよね。実際にそういう状況だったことが稽古中にそうありましたね。ありました。あのしーちゃんはずっと稽古参加できてるんだけど、悪役三人衆。手下が一人だけクリフが。いつもいてくれて、あとの2人がまだ本番中でね、来られなくて、仕事中だったんで、でちょうど出られる人がおひなと私、だからアッシュとハイドやって、そう代役でやってくれて、超楽しかった、すごい楽しそうで、いやなんかあのタイラーって結構出てるじゃないですか、トライアングルだとずっとシーン、どのシーンにも出てて、この
悪役のシーンだけ空いてるんですよ。だからそこでしか代役できないからすごい張り切ってアッシュやってました。超楽しかった。そう楽しかった。そまだ私第3の男ベータ悪役の方の役がこう、なんか自分の中でまだ定まってない頃に、うんうん、ハイドあまりにも楽しくてハイドの方が生き生きしてるって言われてだからその第3の男ベータもそれぐらいリラックスしてやってくださいって言って、あーなるほど、はい、じゃ違うんですよね。本当楽しかった。そうそう、代役あるあるですよ。代役楽しいね。あの無責任でできるから。今なって言いました。無責任にできるからあ、ってことは次の曲はこの曲はめっちゃパーソナリティ感ある。いいじゃん。5回目なんですけど板についてきた。ってことで次の曲聴いてください。無責任一台です。どうぞ。あ、踊れる人乗りましょう。ということでね、みんなが大好きであろう2曲を歌いたいと思うんですけども、うんうん、まず最初はね、もうちょっとこれ私あの泣いちゃうかもしれない曲いいよ1曲あのみんなで歌いたいなと思います、はい、それでは聴いてください。 See you again。 早いって早いって僕は時は止まってくれないから一緒に歩いて行こう。新しい坂道の向こうに
やっぱり人がみんな生きて出会って離れてゆく約束の合言葉See you again きっといつかまた巡り合うその時をその笑顔仕上げ僕は宇野氏ただの風天だよく言ったさあお別れをゆり子さん僕はここにはいられないんだ元いた場所に戻らなきゃいけないそんな気がしていましたそちらでは皆さんはお元気ですか？うん。一人にしてごめん。私たちは死ぬまで二人です。どんなに遠く離れていても、私はあなたの隣にいます。ありがとう。戻ろう。君たちの世界へ。ゆり子さん。え、行ってらっしゃい。はい、うわーダメだうわーやばい、最初の叩き方に戻ってます毎回毎回強いっていうそれじゃないくやろうねっていうなんかおひなが飛んでいいよっていうおひなが移動しちゃうからこれでいいこれでいいこれ上とかでいいんじゃないかなとか言ってさ毎回出せこうで抗えないおひな耐えられない動いちゃうからそんなこともありましたありましたありました懐かしいあさ感動してるとこちょっと水を差すようで悪いんだけどさこれいつのバージョンのオケ一番最初でしたよこれさしかもメロが入っててさびっくりしちゃってさ本番で使ってないやつなんで本番用のじゃないそう本番はねゆり子さんが歌った後にあるんですよねあのブレイクが入って二人のタイラタイラだけで歌ってうんうん、メロ的なそうそうそうでちょっと泣けるねでさらに転調するんですよこれいつかみんなに聞いてほしいこれは聞いてほしいまたの機会にまたの機会にねそうでも逆にこの間で稽古でしかこれはさやってないやってないですだからレアです、ね、レアな音源だった誰も見たことない激レア音源だから確認しようねそうだね確認してからお願いします泣いてるとこ悪いねめっちゃおもろい今まあ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 、うん、ののの天然ルームのさ、ね、みんなで、ね、お読書みんなであお客さんも一緒にして、ね、あこの番組は何でしたっけせーのののの の天然ルームやばいやばいすべて許されるじゃないんだよそう許されるあのののののが絶対の番組なんで王様だ王様えこれで終わりなんですかいやこの一曲ね歌おうじゃないかと、うん、せっかくだからはいということで次の曲聴いてください平和の祈り果てなき宇宙の遥かな
花は希望の光を待っている。ところ歌えて、確かにそうだよね。ちーちゃんも上歌ってる。アザリンパートね。アザリンパートもだし、うん、あのシーアゲインも歌ってないんで本番。そうだそうだよ、ね、そうだよそうだよ。うわそう念願のレアだ、嬉しい。レアバージョン、レアバージョン。しかも昔のオケ、ね、ごめんなさいごめんなさい。シロタン君もシロタン君も謝ってます。いじりたくなっちゃっただけだ。そうそう。許してにゃん、許してにゃん。にゃんにゃんだ。アザラシじゃん。アザラシじゃん。ねえ怖い。にゃん。許してにゃん。許してにゃん。やばい。ごめんなさい。いや自分で。アザラシってなんていうの、ごめんだ、ワン、え、ワンはいいわ、キュッキュッとか、ごめん、ごめんだキュッ、ごめんだキュッ、かわいい、かわいい。もう許されたと、本当に許された、許された。いや、もうけど本当に、なんだろう、ダメ元でお願いして3人に出演を、でこうやって、またね、あのみんなで歌うことができて、やばいですよちょっとね、ちょっと本当に野呂さんちょっと感激しててちょっとやばいんで、あのおひなおひなあのおひなどういうことよ、なんだっけ。いやすごい嬉しいですよね。そう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 、呼んでくれなきゃね、呼んでくれ、そう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 、まあ集まる、なんかやっぱ舞台ってね、うん、結構座組終わったら、ね、ちょっと結構そこで解散みたいなことが、うん、次また新しい道それぞれで行って、また出会ったらよろしくお願いしますみたいな世界なんですよ。だからこうやって集まる機会がを設けてくれたことに本当に感謝してます、ね、嬉しい、本当にありがとう。ちょっとのんちゃんさんの手がここら辺にあったから、それだけだよ、ね、今私 こうしてたんですよ、普通に座ってた。俺なんだよちょっとそのうち私の顔見るだけでこうなるから会うたんびに、そうなんです、のんちゃんさんタイラーも大好きなんですよ、本当にタイラーみんな好きなんですよ、もう、じゃあ告知に行こっかな急だね、そうだ ね、はい、ということで告知ある方、はい、はい、はい、どうぞ。あの私たちお二人で、ここ二人で、どっちでも、うん、あれ、あなたが映ってないけど、はい、いいか、11月の19日水曜日から11月の24日日曜日、ラブミードール2024新宿シアターブラッツにて、私葉月ひなが主演猿の次郎役、うん、はい、私片山しおりは図書館の女王という役で出演いたします。いただきます。でこれね、私たち2人のデビューした、うん、あそう、舞台デビューの初舞台の作品なんですよ。違う年なんだけど、ジャックやってた、そう、逆で私は、そうなんですよ、それこそ私はしーちゃんが今回やる図書館の女王っていう役でデビューして、うん、本当に思い入れのある作品になってますそして私たちは2班あるんですけど、私たちはアース組、2人ともアース組で出ます。アース組の初日は11月の20日です、うん、です。全部でアース、あ、全部で10公演あって、うち5公演で出していただくので、うん、もしお時間合う方いらっしゃいましたらぜひ見に来てください。いっぱい絡みます恋してます、そういうの大好き、デレデレします、恋してます、よろしくお願いします。忙しい中出演してくれてね、今、うん、いえいえ、ありがとうございます。呼ばれたら来ますよね、本当にそう、呼ばれて飛び出てジャ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 みたいな、懐かしいねから昭和のんちゃんさん告知、はい、私長野のぞみは毎月
ライブをやっておりまして、次は11月の2日のぞみ家の一族という土曜日にやります。13時からですね、いろいろ自分で作った曲を、踊りはしないかな、歌ったり、いろんな素敵なお洋服で出たりしていますので、よかったら、遊びに来てみてください。あとですね、ちょっと来年のお知らせなんですけど、お世話になっております川崎実監督の最新作松島智子サメ遊戯、こちらが2025年の4月から公開ですので、まだ今は内緒なことが多いんですけど、ぜひ楽しみにしていてください。詳しいことは X 長野のぞみをぜひフォローしたり見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。楽しみだね、ということで、今日はのののいいですか、のののが、今ラジオとかちょっとメディアとか出演しててバーって言うとすごい長くなってしまうので、X 見てください。 X にすっごい詳しくまとめてます、X でアットマーク NONONON アンダーバー0818で検索すると私のアカウントが出てくるのでよろしくお願いします。あと釣り番組もやってます。釣り番組はJ コムとかケーブルテレビとか光テレビスタパーでも放送されてます。関西初めちゃめちゃ釣りたいという番組でして、VOD という無料アプリでも、無料じゃないです、ごめんなさい、980円かかります。嘘ついたじゃん。ただ皆さん頑張って見てください。本当に頑張って、めちゃめちゃ頑張ってるのでお願いします。ね、今日すごい、お便りいっぱいもらってちょっと読めなかった方もね、名前なんですけど、あつさん、のんちゃん、ラブさん、田中さん、田中さんで、まのののん、ののラブタイさんと、まゆさんかな、ラッキーさん、ゆうたとのんぐみさん、けいさん、はい、そしてうさまんさん、お便りありがとうございました。たくさんありがとうございました。ということでね、もう残りあとちょっとなんですけど、どうでした、のののんのムーンライトウェーブ、でっかい声でこんなんで、こんなんでいいのか、普通に喋りすぎてね、逆に真面目にやると怒られるんですよ。これくらいで褒められます。じゃあよかったのかな。すごい、でも楽しかった、いろいろまた思い出やっぱいっぱいあるんだなって思ったし、よりね、大好きになりましたね。また個人的に語る会をしたいよね。いや、したいね、ちょっとやりたいですよね、そのままね。共演会とかしたいですよ。やりたい、やりたい、やってないね。同時上映しましょう、みんなで。いやー、本当に出てくれてありがとうございます。こちらこそ。皆さんもね、こんなやばいやつに。やばいよ。ずっとありがとうございます。やっぱね、のののんちゃんがすごくこう、0100で盛り上がってくれるから、私たちもリラックスして、ちょっと楽しめた。本当楽しかった。逆にのんちゃんがこうだから、あ、しっかりしなきゃみたいな。誰か喋んなきゃ。ありがとうございます。楽しかった。で、来年もタイラー新作をやるなんていう噂がありますね。あるから、2025年も引き続きね、舞台タイラー応援よろしくお願いします。それではまた来週です。以上、のののんと葉月ひなと片山しおりと長野のぞみでした。はい、それでは皆さん、おやすみなさーい。またねー。